このおもちゃはプレインスターチって言います。独特な登場の仕方をしておられる。早速開封。少々粗めの方がお好きなんでね。ちなみにこれとっても軽量なので当たっても全く問題ありません。おっと、早速大量のスターチに潜れていく守る。これどうやって遊ぶんだろう。とりあえずこんな感じで埋もれてみるか。わ。徐々にヒートアップしてきたところで、クリアボックスに入れて遊ばせてみました。フェレットは掘ったり潜ったりすることが大好きなので、スターチがあればそれを実現できます。そしてこうやってぴょんぴょん遊ぶこともできます。ちょっと目を離した隙にこんなところで遊んでました。ちょっと勝手に見ないでよ。恥ずかしい。すっかりスターチがお気に召した守る。流れ出るスターチに興奮が収まりません。もうちょっと収集がつかないぐらいになっちゃったので、そろそろここでやめようと思います。ちなみにスターチは食べれる材料で作られてるので、誤って食べちゃっても大丈夫やで。